今回は千代田線、北綾瀬支線に乗っていきます。新お茶の水から千代田線に乗ります。千代田線は JR 常磐線と小田急線と相互直通をしています。小田急からはロマンスター MSE もやってきます。千代田線は代々木上原から綾瀬までの路線を中心に、綾瀬から北綾瀬の北綾瀬支線を含めて千代田線です。まずは綾瀬まで E233 系で移動します。JR と並行して荒川を渡ります。綾瀬駅に到着。こちら側は JR 仕様、向こうはメトロ仕様の駅名板。メトロ側のホームに移動しました。北綾瀬支線は0番線発着です。この0番線は東京メトロ唯一のものです。英語系3両編成です。側面上部には1万6000系に合わせた帯が貼られています。側面表示器も埋められています。北綾瀬の車両基地からやってきた MSE。 北綾瀬支線の車窓を見ながら路線の解説を。北綾瀬支線の開通は代々木上原から綾瀬の開通から1年遅れて1979年に開通しました。この支線はもともと千代田線の車両基地までの引き込み線でした。基地を建設するにあたって地元住民と周辺人口が増加したら駅を作るという約束があったそうです。そして開業当時から2019年まではひたすら3両編成が往復するローカル線のような路線になっていました。2019年3月より北綾瀬駅ホームが10両編成に対応できるように延伸され、北千住方面からの直通列車が誕生。北綾瀬駅周辺は都心への始発列車があることから周辺人口も増加したそうです。2014年までは営団時代の車両が往復していましたが、東西線から転属してきた零五系により置き換えられました。約4分で終点の北綾瀬に到着です。北綾瀬駅は環状7号をまたぐように作られています。まもなく北綾瀬終点です。お忘れ物なさいませんよう。支線の終点ですが、駅前はかなり栄えています。環7をまたぐ様子です。北綾瀬ができる最初のきっかけにもなった車両基地を見学。ここが綾瀬車両基地。直通先の車両も停車しています。1万6000系が入庫していきます。入れ替え灯をつけて何かの点検をしていました。綾瀬始発の運用のために綾瀬駅へ向かう車両。北綾瀬支線の紹介、今回はこの辺りで。